田中メイクの美点の秘密教えちゃうぞ。あ、皆さんこんにちは、田中メイクです。今日は体幹鍛える、あの私式の運動を教えます。腹筋と背筋を鍛えて、本当に体幹を鍛えるのでボディラインも綺麗になります。そして体がまっすぐ元気に歩ける、姿勢も崩れない、こんなような元気な体になれて、そんなような体を目指して皆さんと頑張りましょう。始めますよ。まず簡単です、はい、これ腕立て伏せを想像してください。そしてできれば肩幅よりも腕は広め、はい、そしてもう一つこのまっすぐに体をする、お腹が落ちたり、あとここにこんな上にならない、これがまっすぐです。これが体幹鍛えるのにとても大切な要素になります。はい、そしてですね、このまま保ってもこれ結構いい運動になります。でこの状態でも体幹鍛えられるんですけど、そういう時に肘を少し曲げる、ほらすごい、これね、浮き下までいかなくていいですよ。はい、このままで、はい、そうするとね本当にお腹がブル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 震えるみたいな。はい、8秒10秒保ちましょう。そしてまた上げます。そしてもう一回いい、はい、ぐっ少し下ろして本当に少しでいいですよ。ね、8秒。それから10秒ぐらい。頑張って、頑張って。ね、保ちましょう。これバストアップにもなるから余計。はい、また伸ばして。そして、はい、もう一回だけ3回いきましょう。はい、頑張って。ね、肘は伸ばす。もしダメだったら伸ばした状態でもいいですよ。曲げ合いをしただけ曲げて。はい、その代わり体はまっすぐ。まっすぐ保ちましょう、保ちましょう、保ちましょう。はい、はい、で一回膝ついて、はい、体を、はい、うわ、あね、肩を下につける感じで、はい、伸ばしましょう。これでストレッチ、呼吸を整えて、はい、10秒間ぐらいでいいストレッチ。はい、そしたらまた頑張りましょう。はい、もう一回同じように、はいはい、ほら少し楽になるね、さっきよりもビシッと決まるでしょ。はい、いきます。はい、止まる。はい、こういう形でこれ10秒間頑張りましょう。はい、ね、これをできる人はこれを3回を3セットですね。はい、そしたら今度は違う方法、はい、少し楽な方法、膝をつきます。膝をここじゃなくて、できたら、はい、少し後ろ気味にします。そして、はい、上げます。まっすぐです。この感じで、はい。これがこうならずに、できるだけ前です。で、足も落ちない。ね、それで上げすぎない。まっすぐです。はい、これも10秒。はい、頑張って頑張って、ね、はい、今度はそれ置いて、はい、足を変えて、はい、これもできるだけ体がこの膝を後ろ、体が前、だからこういう膝をついてから体を前にするよ、ね、で頑張って頑張って、これも、ね、体、本当に体の中、体幹が鍛えられます。同じく10分で、こういう形、ね、もう一回いきましょうか。はい、こういう形で、うん、でね、ここにした時に体幹鍛えるんだったら、これが膝がここだったら体前にしていきましょう。ずっとほら、急に急にになるでしょ。これで体を、はい、鍛えます。ね、ブル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 増えても頑張る。オッケー。はい。そして、はい、もう一回この反対の足上げて、はい、そのままできるだけ前。
で、これだよ。こうやって体を前にする。うん。8、9、10。これも両方3回ずつを3セット。はい、こんな感じで最後は真ん中。で、もう一つ体幹を鍛えながら便秘を直しちゃう。これで足を少し広げる。で、手も広げてる。はい、これで、はい、いきます。はい、キュー、引きます。で、顎が床をなってくるように上げます。ゆっくりだよ、それは。はい、引きます。これでいた。で、これ引きます。で、はい、ほら、顎がゆっくりゆっくりゆっくり、はい、ぐーっと引いて、はい、この辺でもっとゆっくり、もっとゆっくり、ここら辺で止めるぐらいになったらすごい効きますよ。はい、引いて、はい、息は止めないで呼吸はしながら、はい、はい、もう一回ゆっくりゆっくりゆっくり、はい、はい、最後、行きましょう。ちょっと今きつかった人はね、膝をついてこれやっていいです。その代わり顎が床をつ、ほら、すれすれ、ここで上がってくる。すれ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 を頑張って、この静止状態もこれで保つんでも効果ありますから、必ずこれをこうでなくて、これ保つときには必ずまっすぐ、お尻は、はい、お腹がピタッとこうやって前後から挟まれているようなね、サンドイッチだけ、この状態で姿勢を保ってやってください。で、必ず最後は、はい、肩を伸ばしてストレッチ、そうすると本当に腹筋、それから背筋両方が鍛えられて、変にお腹も出ない、それで背中にも効くから本当にベストなボディラインも築けます。ですから皆さん、元気に過ごすと同時に本当にシャープなボディラインを出して頑張ってくださいね。では皆さん、本当にできる範囲ですから頑張ってください。週2回でいいよ。頑張ってね。